こんにちは、心理カウンセラーの高森です。うつ病でまだ体も重く思うように動けないけれどカウンセリングを受けたいっていう方は結構いらっしゃいます。ただ電車に乗って移動するっていうだけでも疲れ果ててしまって難しい、あるいは昼夜逆転でなかなか目が覚めてから行くとなると腰が重い、だけど何とかしたいっていう方も多いですね。でそういった方の場合は電話あるいはスカイプにカウンセリングっていうのをご案内しています。電話スカイプを使いますとこの移動っていうことの負担が減りますので、まずこのカウンセリングが成立しやすいですね。そうしませんと翌日の体調なんかが不安になるんですよね。明日体調ちゃんとカウンセリング受けるだけのものがあるだろうかみたいなもので、それでためらってしまって負担になってしまってっていうことがあるんですけども、このあたりがもし調子が悪ければ電話スカイプでやっていけばいいんだと思うと、そのうちはかなりこれによって気が楽になるんですよね。もちろんの回復が進んできてかなり確率で移動できるってなってきたら、なるべく電車に乗ってこちらに来るっていうふうに、渋谷の近郊の方であればそのようにやっていけば望ましいですし、そうでなくて地方の方あるいは海外在住の方であれば、こういった電話スカイプしかないですけども、まずはこういったところからやっていくと孤軍奮闘する、あるいは通院で薬だけで回復させようとするというよりは、ずっと効率よくこのうつの症状っていうものが楽になっていくかなというふうに思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画の下にメンタル不調を予防する感情チェック&アドバイスという無料サービスのリンクが貼ってあります。よろしければご利用になってみてください。